心ぞとですよ、なんか、うん、だって一人でステージに上がってからもどんだけ喋ってましたね、人、うん、やめろって今喋ってましたねでもやっぱり言いたいことがいっぱいあったんでしょうね、うん、あのステージに上がっていっぱい来てるお客さん見たらもやっぱりこう思わず興奮したんでしょうよ、うん、だからロミスが興奮したのは俺たちと会ったからじゃなくて、うん、そう、あれだけの人数も、そう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 、あれだけの人がまっすぐこっちを見 て、ね、その見てるのもその見え、うん、目線が違うっていうかな、ね、目力が違うっていうかな、あとあの多分その祭りはあの19年の祭りだから、うんうん、スキー場でやったじゃないですか、スキー場でやった、そう、斜面なんですよ、うん、ああいう目ひな壇みたいな、ね、奥も奥までせり上がってくるでしょ、うん、あれは多分、ね、びっくりしたんですよ、うん、だからロビンソンがそのままでしたかっていうか、ロビンソンの方が興奮して舞い上がってたっていうね、舞い上がれるだけのやっぱりその、うん、力があるっていうことですよね、でもロビンソンもねえ、まあ、ず年齢不詳だよね、あの人ね、ロビンソンってさ、あの時いくつだったのね、60くらいなのかな、ね、50代だったかもしれないね、藤田さんでしたよ、藤田さん、ロビンソン、どうだ、2005年くらいです、16年前ねえ、うわーってことはねえ、70過ぎてるの、そうでしょ、70過ぎてるわけでしょ、だからあの時は還暦まで行ってなかったかもしれないね、来年再来年還暦だぐらいになったかもしれないね、